またちょっとあの確認になるんですが、格闘技を始めた一番の理由というか、まあ、きっかけ、まあ、空手から入られたと思うんですがで、改めて教えていただいていいですか、今の総合格闘技のきっかけですね、それは、あれですね、喧嘩をやる相手がいなくなったことです、<ん>喧嘩をやる相手がいなくなったことです、それでもうプロにそうですね、まあ、なんか最初はその喧嘩の延長で出てた試合なんですけど、こう勝ち続けていく中で、まあ、プロでもやっていけるのかなっていう、うん、自信も出てきて、まあ、なんか今に至るっていう感じですか。